ご視聴ありがとうございます。文ちゃんチャンネルの文福文でございます。今日ですね、テスロンさんに商品提供してもらったピント調節できるペン型 USB 顕微鏡カメラを使って、普段見られないおおむね200倍の貴重な拡大映像を100連発でお届けします。文でございます。これから流す連続映像ですね、映ってから5秒後にその正体を明かすという構成にしてあるので、クイズの答えを考えるように楽しむことができます。あいうえお順に並べてあるので考えやすいと思いますよ。100連発の後はプラスアルファのスペシャル映像として、簡単には手に入らないものを200倍にしてみます。それでは何でも200倍にしてみた100連発、最後までじっくりご覧ください。
文でございます。はい、残りプラスアルファスペシャル映像一つとなりました。今回の撮影に使った USB 顕微鏡カメラですね。パソコンやスマホ、タブレットに映像を映して撮影することができます。今回は Windows 10のパソコンに入っているマイクロソフト製の Windows 標準カメラアプリを使って撮影しました。使い方は簡単です。この USB コネクタをパソコンの USB ポートに差し込んでカメラアプリを起動するだけ。はい、簡単ですね。もう映りましたよ。このようにすぐに使えます。それではスペシャルゲストの登場です。実はこれ2週間この動画のために冷蔵庫のチルド室で保管していました。2週間経ってるしね、生物なんでどうなってるか分かりません。腐ってるかもしれません。それでは開けてみましょう。
見た目はそんな変わってないか。これだ、足長バチさんでございます。おピンと合うね。2週間チルド室で眠ってもらいました。ちょっと顕微鏡カメラね、映してみましょうね。カメラさん寄ってください。ライトオン、最大に明るくしました。一応念のため録画しておきましょう。録画ボタン、はい、録画されました。目だね、顔、目、羽だ、羽、ボディ。一応無傷で捕まえたんですけどね、狙って捕まえたんじゃなくて偶然出会って格闘して勝ったから今ここにいるんです。念のためね、格闘シーンは映像に残してあるので後日編集して公開するかもしれません。もし公開されたらこの足長バチはどうやって無傷で捕獲したのか、興味のある人はご覧になってくださいね。この顕微鏡カメラが一つあれば、ふと気になったものを拡大して楽しんだり、観察日記やレポート、報告書作成などにも使えそうですよね。せっかくなんでね、付属品についてもちょっとだけ見ていきましょう。この顕微鏡カメラね、ありがたいことにね、かなり付属品が充実してるんですよね。こんなものが入ってますよ。説明書とね、Android 用と Windows 用のね、アプリが入ってます。まあ、ネットからでもダウンロードできるし、スタンドですね。このネジ緩めるとね、グラグラになります。ここね、印がついてるんです。よく見えないけど、まあ、それを上にして、上つか正面にしてこう締めればね、止まりますんで、こう横からこう狙ったりね、こう狙うこともできるし、こう立ててね、こういうふうに真下を映すこともできるし、でこう回るし、こう動くし、こうも回ります。USB Type A と、Type C の変換ですね。口の中とか見えるのかな、鏡がついてます。こういうやつ、まあ、これをね装着して、耳や鼻の中を撮影できます。これを使えば、距離がね一定に固定されるので、こうやってね皮膚とか頭皮などを観察、撮影しやすくなります。これを使うとね、被写体から少し距離が離れてしまうので200倍にはならないですけどね、あまり拡大率を気にしないのであれば、こういったスタンドがなくても、これだけで撮影できますね。これ立ちますから、ピントを固定したままね、撮影できますね。ちょっとこれ多分ね、これ10倍ぐらいにしかならないと思うんですけどね、これでやってちょっと頭と皮膚を撮影してみましょう。ピント、多分200倍にはならない。10倍ぐらいかな、わかんない。汗かいてますね。これが腕の、腕です。あと頭、このぐらいの大きさですね。100連発の時よりちょっとね小さいね。細かい作業ができそうなハサミ、支点のところがねグラグラしてなくてしっかりしてる。はい、あとこれも細かい作業ができそうなピンセット、拡大映像を見ながら作業ができるように、先が細くね尖っているので、かなり使いやすかったですよ。このハサミとピンセットを使えば、拡大映像を見ながら何かしらの手術的な作業ができそうです。普通のスプーンタイプの耳かきと、なんか三重の塔のやつ、それだと綿棒みたいなやつ、これと同じものと、もう一本の3本セットでね、Amazon で1370円で売ってたので、まあこれはね、そこそこいいものなのかもしれませんね。ということで、この顕微鏡カメラの詳細は、
動画説明欄にリンクしておきますので、興味のある方は各自確認してみてください。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録と通知設定をして待っていてくださいね。ほなさいなら。